強いな。ちゃんと日焼け止めを塗らんと。ゲニウス、量子の海と虚数の木の相互浸透、シュレーディンガー博士、状況に応じた対策を行った方がディランダル様への助けになるのではないでしょうか。不安定な空間を検索する能力がまた向上したなのです。リタさん、ゲニウスの信号の強さから見て、この辺りなら私と十分に連絡が取れると知っていたから、わざと言って聞かせたなのですね。私はいつも少し運がいいだけです。謙遜はこれぐらいにして。シュレーディンガー博士、あなたから見てデュランダル様の状況はいかがでしょうか。彼女はまだ生きているなのです。知っています。それなら私もあなたより多くを知っているわけではないなのです。私たちの予想通りなら、オットーは彼女のゲニウスに小細工をしたに違いないなのです。私たちはそれを見越して、あなたの古いバージョンのゲニウスにあの空間のインデックスをプログラムとして追加したなのです。違いますか。そうは言ってもデュランダル様が予期せぬ困難に遭遇するのではないかと心配なのです。だから虚数空間にいる彼女の状態を直接確認しなければいけないとき、漁師の海にいるあなたは私に何か具体的な方法がないか尋ねたかったなのですね。これもメイドの務めですから。わかったなのです。先に言っておきますが、経験からして漁師の海から空間のバリアを越えて虚数空間にいるビアンカさんとリアルタイムの通信を確立するのはほぼ不可能なのです。でも確かに例外はあるなのです。漁師の海から虚数空間に直接コンタクトを取れるような極めて稀な浸透めいた状況が必ず存在するなのです。しかしそのような空間座標を見つけるためにはあなたは時間をかける必要があるなのです。ただビアンカさんの帰りを待つのとは違うなのです。そうだとしても焦る必要はないなのです。私はあなたを特別な場所に案内できるなのです。特殊な量子空間ですか。その言い方はあまりにも曖昧で何も言っていないのと同じなのです。でもあの場所は確かに破片の中の破片、幻覚の中の幻覚なのです。だからどんな奇妙な光景を見てもそれらに惑わされてはいけないなのです。私が案内する空間の果ては全て虚数の木に吸収された世界の泡の残滓なのです。なるほど。もうすぐ消えるそれらを使って空間の自然のバリアを超えるのですか。はい。なのでこれはかなり運に左右されるなのです。心の準備ができたら出発なのです。それに技術的な詳細の多くは道中で話し合う必要があるなのです。
この間。私は最後のいかなるものも僕からは、ね、私美しい世界を守るために戦うよ。ふん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 それふん背後に気をつけるんだな。了解。はっ、決戦の時が来た。楽にしてやる。悪いな、今回の報酬はいただいたぞ。美しい世界を守るために戦うよ。それ、ふん、背後に気をつけるんだな。せい、せい、ふん。今目的地に向かっている。やけどに審判の時は来た。トゥ、せい、トゥ。ふん、や、は、は、や、せい、や、せい。や、ふん、やよ、戻れ。や、せい、ふん、トゥ。背後にすぐに楽にしてやる。悪いな、今回の報酬はいただいたぞ。美しい世界を守るために戦うよ。ははっ、審判の時は来た。せっせっ、遅すぎるぞ。負けないわ。私の番だね。この列車は全てを断ち切る。みんなの祝福を胸に前へ進むよ。
責任重。美しい世界を守るために戦う。時期を見て動きましょう。たはっ、いや、即戦即決。やけどに審判の時は来た。もう大丈夫。炎上の光。矢よ戻れ。満足か？次もまた私を指名したらどうだ？美しい世界を守るために時期を見て動きましょう。たはっ、いや、やけど決戦の時は来た。やっは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 っやっはっせいやっせいやっとはっ。もう大丈夫ですよ。せっやったはっ、いやっいや、せっやった、いや。守ることが私の唯一の使命です。美しい世界を守るために戦うよ。時期を見て動きましょう。た、いや、やった。はは。
決戦の時は来た。それだけ。時期を見て動きましょう。せっ。せっ。や。隙あり。五行創生、万物となれ。すぐに楽にしてやる。私の番じゃ。烈焔粉塵。また勝ったよ。見てくれてるよね。ここの信号はやはり強度が足りません。想定内なのです。さあ、この信号の最も強い座標を記録したら次の空間に向かうなのです。シュレーディンガー博士、どうしました？もしかしてこちらの信号の強度が足りないのではなく、デュランダル様の信号が弱すぎるのではないでしょうか？その可能性は高いなのです。ただそれは私たちではどうすることもできないなのです。私は最初から成功する可能性のない挑戦をしていると言っていたなのです。こういった可能性はそのうちの一つなのです。わかりました。でしたら引き続き他の空間の探索を行いましょう。いい粘り強さなのです。これもまた私たちの援交の一つなのです。出発なのです。ここの信号は